手をしてやる。突如白ひげ海賊だ麦わらのルフィ、その中にはギャーッこの戦争で麦わらのやつなんかあっという間に目立っちまいやがったぜ。キャプテンバギー、俺たちだって負けてらんねぜ。さっさと白ひげの首取っちまいましょうよ。おうともやられなきゃ。とは言ってもこのイカれた戦場はどうだ。おい、海賊も海兵も有名人だらけじゃねえか。おい赤っ鼻誰が赤っ鼻じゃ。くらうわ白ひげ。誰かと思えばロジャーのところの小僧じゃねえか。懐かしいな、生きてたのか。ダメだ、見つけられた、殺される、終わりだ、逃げるしかねえ。あの白ひげに話しかけられてる。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。ひと事だと思いやがって。なめるんじゃねえぞ。舐めるんじゃねえぞ。こんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。そうだ、久しぶりだな。覚悟しやがれ。舐めるんじゃねえぞ。首を取るのは構わねえが、おめえ、どうだ、一つ海賊同士手を組んで海軍が潰さねえか。俺の首はその後にしろ。ちょっとちょっと、あんたどんだけ実力が折れてんすか。白ひげにまるで同格だ。まあ本気出せばな。マジっすか、鳥肌鳥肌。俺ならやれる気がしてきた。いいぜ白ひげ、手を組んでやる。えー、何様。そう、我らがキャプテンバギー。呆れるほどちょろい男だよい。赤っ鼻はともかく後ろの囚人たちは結構な弾だ。やられるか。敵に回すとめんどくせえ。凍りついた海で戦うマグマの弾に焼かれ、しかし閉まらんが、始めろ若犬。流星火山。俺たちの船が何十年も白ひげ海賊団を支えた船、モビーディック号かだ。すまねえ。